おつむしゃくん。今日は、あ、どうも、キッシュです。今日は町田の実演に来ました。イエーイ。ずっと来たかったんでちょっと来てみたんですけど、いろんなリスさんに会ってきたいと思います。じゃあもう早速行ってきたいと思います。とその前にまずは場所の紹介をさせていただきますと、だいたいこの辺でございます。最寄りのインターからも結構離れていて、都心からのアクセスはちょっと悪いかもしれませんが、町田の繁華街ではなく森林地帯の方なので道もそんなに混んでいるという印象はありませんでした。もう一つ補足を言うと、目の前に薬師池公園という大きな公園があります。で、この道を走っていると急にこの看板が出てきます。なので結構見つけづらいので、薬師池公園という公園を目印に来ると非常に来やすいかと思います。で、入り口はですね、まあ、さながらテーマパークみたいな感じになってるんですけれども、ちょっとね、木々に隠れて地味っていう。で、開園時間が10時から4時とちょっと短めとなっていて、休園日はこの画面の通りとなっております。入園料は大人が500円、中学生未満の子供は300円となっています。入場ゲートを通り園内に入るとこのような景色が広がっております。思ったよりもちょっと狭いなという印象は受けてしまいます。まず目に入った動物はこのシマリスでした。ちょうど餌をお食べになられていたので、がっつり盗撮させていただきました。まあ、皆さんが想像するザ・リスがこのシマリスなんですけれども、こう背中を見てシマ模様になっているのがわかると思います。で、これがこのシマリスの由来だということでございます。で、僕このリス園に来て初めて知ったんですけれども、リスっていうのは月子目、まあ、要するにネズミの仲間ということらしいんですね。なので硬いものをかじり続けないといけないという動物らしいです。あとこのリス園にはふれあい広場というものがあるらしいんですけれども、この日はちょっとお休みで何もできませんでした。で、そのふれあい広場の中にこのインコが2匹飼育されておりました。まあ、他にもいろいろ動物はいるんですけれども、主に月子目、ネズミの仲間がいっぱい展示されておりました。展示というか飼育ですね、はい。で、その中にこの天竺ネズミというネズミがいたんですけれども、結構大きいんですよ、この天竺ネズミ。多分猫ぐらいあるかと思います、はい。パッと見この後ろ姿とかも猫っぽいですよね。で、まあちょっとお昼だったんでなんかみんな寝てましたね。で、たまたまこの1匹こう水を飲むシーンが映せたんでね、すごいキス顔を披露してくれてますけれども、まあ、こういうのも見れるという感じです、はい。みんな寝てるんですよね。かわいい。で、あとなぜかウサギも、展示というか飼育をされておりました。なぜかね、この子はね、ずっと穴を掘ってたんですね。何のためだろうと思ってずっと見てたんですけれども、これはなんかウサギの本能、もしくは興奮してる時にこういう行為をするそうです。で、あとリス園なのになぜかカメもいました。で、これ貴重なシーンかもしれないんですけれども、まさにこれ親ガメ、子ガメ、孫ガメですね。本当に背中の上に乗るんだっていうね、はい。で、お次はデグー。まあ、これはね、もうね、パッと見もうネズミですね、単純にもうネズミのそれですよ。で、またね、貴重なシーンをね、ちょっと撮影できましたんでご覧ください。でね、これおそらくね、交尾をしようとしてるんですけれども、まあ、それ自体はそこまで珍しいことでもないかもしれないんですけれども、まあ、その雰囲気ですよね。ちょっとね、もうちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、なんかね、1匹のネズミにね、何匹も群がってるんですよ。だからもうこれもまさに
東京島状態ですよね。はい。で、今度はマーラっていう、ちょっと大きめのネズミなんですけれども、もうちょっとね、ネズミね、飽きてきたんでね、ちょっとカメラが変なところ向きます。はい、とりあえずね、こういう大きいネズミだったり、ちっちゃいネズミっていうのがいっぱいいました。で、この町田リス園の最大の見どころ、リス放し飼い広場に次は行きました。で、この入り口をね、よーく見ていただくと分かると思うんですけれども、結構厳重になっていて、二重扉になっている状況です。おそらくリスが逃げないようにっていうことだと思います。はい。で、この二重扉を抜けると、このようにリス放し飼い広場が広がっております。ふわーってぼーっとしていると、こう早速ですね、リスが近づいてきてくれます。でも本当に間近でこうやってリスが見れるっていうのはすごいいいですよね。じゃあこのリス触れるのかっていう話なんですけれども、触れません。でこれなぜかというと、リスって実は結構危険な動物らしくて、まあ、そこまで攻撃性があるわけではないんですけれども、まあ、先ほども申し上げた通り、リスっていうのは齧歯類となっておりまして、前歯がすごい発達しております。ですので万が一噛まれた場合、大怪我をしてしまうそうなんです。なので触ってしまって、大怪我をするということも多々あるそうなので、この町田リス園では触るのは基本的に NG となっているんですけれども、餌やりは OK となっていて、その代わりこの鍋つかみや手袋みたいなのを着用してやってくださいということでした。ということで、実際の餌やりはこのようにミトンや手袋をつけて、その上に餌を置いて渡しするという感じでやっているそうです。はい。なんか鳥の鳴き声みたいな音が聞こえてきますが、実はこれリスの鳴き声で、ここにいるリスは台湾リスというリスらしいです。で、これが最初に見たリス、これがシマリスなんですけれども、この色も模様も大きさも明らかに違うことがわかるかと思います。まあ、とはいえこんな感じでぐったりして、なんか可愛い姿を見せてくれる台湾リスなんですけれども、もともと日本にはいない動物でした。主に名前の通り台湾だったり中国南東部、あるいはインド東部で生息している生き物なんですけれども、実は日本でもかなりの数の台湾リスが生息していると言われております。で、その原因はペットや動物園で飼育されていたものが外に出てしまい、そのまま野生化したと言われております。現在日本では日本在来種の日本リスを超えて一番の生態数を誇ると言われており、また農作物や家屋への被害もあることから、2005年に特定外来生物にも指定されている動物でございます。ということで、ここから逃げないようにと管理は非常に厳重にされているわけですけれども、まあ特定外来種とはいえ、まあ可愛いんですよね。小物みたいな。まあ、本当にその通りなんですけれども、こんなに無防備で寝てるってめちゃくちゃ可愛いなと思って、でこうやって道を歩いているとね、突然こうリスが近寄ってくるんですよ。餌くれーっつって、その姿が超可愛くて、まあ、ちょっと踏んづけないように気をつけて歩かないといけないなと思ったということでございます。でこの広場のいいところが、リスが至る所で飛び跳ねてる姿を見れると、これもね非常にいいなと思いました。そしてなぜかね、このでかいカメがね、カッポしてるんですよ、たまに。なんかね、リスもね、ちょっと待ってくれたりして、なんかね、鉄道とか車みたいな感じで避けて通ってるんですよね、リスも。だからね、リスがカメに気使ってるのか、それともリスはカメが怖いのか。でも人間怖くないのに、カメが怖いってもちょっと不思議なんですけどね。でね、ちょっとびっくりしたことがあって、これ気使ってカメの方見てるんですけども、あのね、カメって僕肉食だと思ってたんですけど、草食ってるんですよね。だから草も食べるっていうのを知らなくて、まあ、ここで知って勉強になったっていうことでございます。でここからツーショットタイムと行きたいところなんですけれども、まあリスがね、どうもこっち向いてくれなくてね、なかなか苦戦しました。これが限界です。すいません、まあ、なかなか一緒に写ってもらえないんで、もう自分から取りに行きました。
なんか見た目で言うとリスっていうよりも、まあどちらかというとネズミとか、あとまあ違う生き物で言うとカワウソとか、そっちになんか似てる感じがしますね。うん、でもね、この近くでカメラを構えててもあまり逃げる様子がなかったので非常にありがたい存在でございました。一通りリス園も楽しんだんで、ここで帰ろうかなと思いまして、で帰る時がこのお帰り出口って書いてるところから出るんですけれども、ここが売店になっております。で売店にはですね、様々なお土産が置いてあったんですけれども、一番推してたのがこのリスのぬいぐるみですね。これでもかってぐらいリスのぬいぐるみが置いてました。で一つ言い忘れてたんですけれども、この近くには鉄道が通っておりません。ですので来るとしたらバスか車になるんですけれども、車でしたら近くに駐車場が腐るほどあるんで全然問題ないんですけれども、自転車やバイクの場合少しね、止める場所が狭いっていうのが難点かなと思います。で止められる場所もちょっと分かりにくいところにあるので、この図を見て、駐車をしていただければなと思います。帰りまーす。はい、ということで感想といたしましてはですね、思ってたよりも、まあ、こじんまりとしてるけれども、意外とこう時間を潰せるというか充実している感じだなっていう印象です。ただまあちょっとね、2時間ぐらいかな最大入れるっていう感じだと思うので、まあ1日中いるっていうのはちょっと難しいかもしれないけれども、こう1時間2時間ぐらいはちょうど時間潰せる感じで、でかつそんなに高くないんで入園料も、なので非常に楽しめる施設だと思いました。それが感想です。でもあんまりこう今の時代触れ合い、動物と触れ合うみたいなのってそんなにあんまりなかったりもするんで、そういう意味では確実に触れ合えるんで、で餌代とかも100円で安かったりしてかなりいいと思うんで、ぜひ皆さん一度足をお運びください。では本当に帰りますし、めっちゃ白飛びだ。はい、帰ります。よいしょ。